キトゥス・アンニュース・ルスクス・ルフスは、紀元前2世紀中期、後期の共和制ローマの政治家。紀元前128年に、執政官を務めた。ルスクス・ルフスは、プレブスのアンニュース氏族の出身である。ルフスのアグノーメンを使ったのは、彼が初めてである。アンニュース氏族は、ラティウムに起源を持ち、紀元前2世紀になって、後位官職者を出すようになった。ルフスの父は、 紀元前153年の執政官、ティトゥス・アンニュース・ルスクス。祖父は、紀元前172年に、マケドニアをペルセウスに派遣されたレガトゥス及び、紀元前169年に植民都市、アクイレア各町の三人委員を務めた人物と思われる。紀元前131年、ルフスはプラエトルに就任した。この時ルフスは、アドリアとアクイレアを結ぶ。 アンニュース街道を建設した。紀元前128年に、執政官に就任。同僚執政官は同じくプレブス出身のグナイウス、オクタウィウスであった。執政官就任中の活動は不明である。ありがとうございます。